せーの、毎度みゆちゃんです。今日は9月の購入品を紹介していこうかなって思います。9月の購入品なんですけど、結構9月いろいろ買って、その中でもまあ良かったなと思うもんとか、毎日レベルで使ってますってやつをピックアップして紹介しようかなと思います。みまずはじめにこの子じゃん。多分皆さんも見たことあるんじゃないかな、薬局とかで。歯科パック、個包装されてないこういう感じの歯科パックです。で、あの個包装のやつよりかは中に入ってる液がサラサラって感じかな。まあ毎日あるならこっちの方がコスパいいしってことでこれを買いました。まあパックは前回の動画でも言ったんですけど、なんか私はパックを毎日すると逆に保湿されすぎてなんかニキビ肌っぽくなるから、パックは3日に1回とかかな最近は。そうね、お風呂上がりに10分ぐらいだけささっとする時用のパックとしてこの歯科パックを買いました。おすすめしたい理由としては本当に使いやすい。こうやってティッシュみたいになってるから、こう開けてピッて取って、もうピタッて貼って、はい、終了みたいな。こう液絞ってとかする手間もないから、ただただほんまに使いやすいっていうのでおすすめ。あとコスパの良さかな。みーん、はい、じゃじゃん。続きましてこの子、サンローランの、スキンケア美容液ですね。 DA さんにもうこれはお肌の全ての悩みを解決しますと、サンローランのコスメの中でも最も売れてる商品っていうのを説明していただいて、買ってみようと思って買ったんですけど、なんだこれ、わかるかな、このね2層になってんの、こう分離してんねんけど、だから使う前にこうやってガーって振ってから、夜寝る時にだけ化粧水の後に使う乳液って感じ。お肌の全ての悩みを解決してくれるかどうかはちょっとみゆには今まだわからん。1本使い切ってもないしわからんけど、結構保湿力高い気がするこの子。ミユが今使ってる化粧水と乳液が、あの D プログラムのニキビケア用のやつやねんけど、あれ結構サラサラで保湿力があんまりないねんけど、この優秀美容液を化粧水と乳液の間に挟めば保湿もされるし、いいなと思って今使ってるって感じです。みババーン、ビール用グラスを買いました。これもすでに使ってんねんけど、 YouTube 撮るためにこの箱を取っておいたんやけど、3つ入りで全部1つずつグラスの形が違うの、めっちゃ可愛いと思って買った。こんな形のと、で続いてこれ、よくこれでハイボール飲みます。ハイボールとか、あの焼酎のソーダ割りとかをこれで飲む。でこれ、これもビール飲むことが多いかな。これとこれでなぜかビール飲むことが多くて、でこれでハイボール飲むことが多いって感じです。でもさ、友達とか来た時にさ、こうやってちょっと変わった形のさグラスでお酒出したら喜ばれるし、そう、可愛いなと思って買いました。これは買って正解。やっぱり普通のコップで飲むのとかよりも、こういうビールグラスとかその専用のグラスとか可愛いグラスで飲むと、それだけでビールが美味しくなる。なんかわかりますかね、目で見てうまいが、あのビールもやっぱりお酒もな。 Amazon で2600円ぐらいで買いました。安くない？こんな可愛いグラスなのにさ、3つで2600円、おすすめ。今日もこれでビールを飲みます。私は毎日飲んでんちゃうか、ビール。誰か止めて。みーん、続いてはこの子、これはイエナで買ったワイドデニムパンツです。ワイドっていうかストレートなのかな。今色違いで購入して、こっちこんな感じの、見えないか、インディゴのものとこういう薄いブルーのものを、形が良すぎてドタイプすぎて、2色購入しました。普通のストレートやったりフレアやったり、ロールアップするような少し細めのデニムは今まで結構持っててんけど、ワイドすぎないでもストレートでもないみたいな微妙なラインのデニムって今まで持ってなくて、でもこれが絶妙すぎて、しかも特にこっち
こっちがもうほんまに色味から履き心地から薄さ柔らかさとかも、もうドタイプすぎて買うって決めて、でも結構この色はやっぱり冬とか秋とか履くのは厳しいなと思ってから、こっちの方のもうちょっと秋冬でも履けるし、カジュアルコーデになりすぎないようにこっちのインディゴ柄の方も買いました。このデニムはほんまに買ってよかったって感じです。これに先月購入したナイキのエアマックスとか、そういうスニーカースタイルすることが多かったり、あとローファーを合わせて履くことが多いです。なんか高さあるブーツで履くよりも見え的にはスニーカーとかローファーとかあまり高さないペタンコのものに履いてあげた方がシルエットが綺麗というか好きなシルエットになるので、高さがないスニーカーと合わすことが多いです。後ろとか見て、ほらめっちゃ可愛くない、ここのデザインとか。これなんかポケットがな、独特というか、だからポケットが縦なんですよ、デニムも。普通だったらこう入ると思うねんな、でもポケット縦なんですよ。なんかウエスト広がるんじゃないかなと思ったけど、まあでも全然履いてみたらそんなことなくて、すごい可愛かった。はい、大事に大事に履き潰そうと思います、この子。みババーン、ザラで買ったワンピース、しかもグリーンって珍しい、自分的珍しいカラーを選んだんだけど、これはなんか大阪帰ってた時に妹と買い物に出て、そうザラに入ってんけど全然何も買う予定なかった、妹の買い物をに付き合ってたって感じだったからけど、あなんかこのワンピース可愛いみたいな、で大阪に帰る時に手持ちのお洋服が少なかったから、なんかお洋服一着買っとくかと思って買ったワンピースなんですけど、これがむちゃくちゃ好評で、周りから多分私が緑着てるっていうのが新鮮っていうのと、あとすごい映えるから、えめっちゃ似合うとか可愛い、それどこのってめっちゃ言われて、ザラですザラですか、ザラで買ったでっていつもみんなに言うねんけど、わかる、こういう感じで、なんせ着心地が締め付けなしの着心地抜群だから、なんか新幹線移動とか自分多いからかなり重宝してます。しかもこれに髪の毛アップしたりアクセサリーとかでかなり華やかにもなるから、一回デートにも着ていきました、これを。みーん、続いて最後はこちら、じゃじゃーん、サロニアのコテ。見てもらったら分かるんですけど、こんな感じですごい細いコテになってる。これは前髪を巻く時用に使おうと思って買ったっていうのも、今まで愛用してたよくインスタとかでも出てきてたピンクの前髪用の10年近く使ってた、めっちゃ物持ちいいやんって感じやねんけど、あれがついこの間宿泊先のホテルに忘れてきてしまって、でも前髪用のアイロンないともう私前髪作られへんのよ。ホテルに電話したら、あすぐ発送しますって言ってくださってんけど、時間かかるやん 2,3 日ってなったら、 Amazon で買った方が次の日届くから安いってなって、急遽買ったのが巻きやすくて、ここにちょっとだけ厚さあるから、この厚さを利用してグーって巻くと綺麗にカールしてくれるねんな。こういうポーチ付きで持ち運びにも便利。お値段はこれで3180円ぐらいです。だからめちゃくちゃ安い。みーん、はい、そんな感じで9月の購入品は以上になります。9月たくさんお買い物をしちゃったんですけど、まあその中でも良かったなと思うものをピックアップして紹介させていただきました。10月購入分もまた月末に撮っていこうかなと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もよろしくお願いいたします。ほなまた明日。バイバーイ。